おっす、ヒムロックです。おはようございます。ついにやってきましたよ皆さん。ようやくですよ。この頭見たらわかるでしょう。そうです、新花火でございます。ようやくです。いや、昨日ですね、こちらのお店にお邪魔させてもらってたんですけども、入場がもう250番という、もう圧倒的な不幸な数字でして、ゲッターロボを打たせていただいたんですね。で、まあ一夜明けましてまたこちらのお店に来たんですが、冒頭でお見せしたように、ようやく今日はね、セブンコンパスの抽選が溶板をゲットできたということで、はい、まあおそらく取れるかなと思います。ただまあ、昨日のちょっと内容というか、まあ数字だけですけど見ましたところ、結構きついですよね、新花火で。なんか売ってる視聴者の方が、もうやめるんであれやったら打ちますかって言っていただいたんですけども、まあゲッタロボ調子良かったし、まあとりあえずもう今日はもう大丈夫ですっていうことでお断りさせてもらったんですが、まあその方もですね、なんやかんやで1500枚ぐらい吸われてましてね、結構きついんかななんて、今日はちょっとね、その辺ちょっと実際のところどうなんだろうと、この花火の申し子と言われた私が、まあ、打ってみましてね、実際のところをちょっと検証したいなと思います。で、まあ5号機からの変更点としては、レギュラーボーナス中に2コマ目をし、マイゲームせなあかんっていうところが、まあ実際ちょっとしんどいんかな、だるいんかなっていうようなところで打ってみないと分かんないですけど、はい、まあ、そんな感じですね。設定仮にもし1でも出率 100% オーバーを目指して今日も頑張っていきたいと思います。おっす、 ありがとうございます。これ頭の中結構熱いんですよ。そうです、はい、はい、もう冷房18度ぐらい設定しておいてください。やばいですよね、でもね、長いですね、この角度すごないですかね、本当に。ハチマキの位置もきっちりしとかんとねえ、ほんまに。さて、さて、いよいよ入場ですが、おそらく前に3人、4人しかいないにいるでしょう。はい、1台だけか、取れました。ご意見確保はお一人様1台と、お一人様1台と、この1台しかなかった。以前、3台とも見といてくださいよ、一発決めて。はい、そんなわけですね、早速乱数調整から始めたってます。これ今回ここの窓枠があって、いろいろイメモできたりとか、RT、 花火百景の時みたいにね、 RT が搭載されてるようなんで、これ全然乱数にならないですけど、まあこれで OK です。はい、もうこれでね、今も天国モードに移行してると思うんで、はい、では早速アホなこと言うてんと始めたいと思います。あー、トップボタンが6号機特有のスラッシュ打ちできるようになってるんですね。なるほどね。まずは基本的なのれん打ちからのリーチ目をお届けしたいと思います。あ、なんかフラッシュもだいぶ変わってますね。あ、遅れたな。あ、当たりました。遅れたんで、遅れゴール。まあ、今日はですね、設定判別とかまだ解析も出てないんで、そんなことはもうそんなの関係ねえでやっていきたいと思います。で、実は今作はですね、この赤7狙いでも、チェリーをこぼさないようになってます。というのもこの上にブランク柄があるんですけど、ブランク中リール、中段まで連れてきたらもうこれチェリーっていう扱いらしいんで、なのでまあ気兼ねなく赤7狙いっていうのも大丈夫なようになってるようです。後ほど赤7でのリーチ目も見たいと思うんで、そっちの方でもやっていきたいと思います。で、なんか一周押しができるみたいですね。あ、できますね、一周押しでも大丈夫だっていう。あ、氷がよく揃いますね。あ、これはでも便利やな、一周押しは。
ちゃめちゃ回せますわ。ねえ、氷焼酎こうやって。あ、へがれ。あー、惜しい。あー、これはあれやな、かなり便利になりましたね。しし、いや、すごいな、これはめちゃめちゃ綺麗やん。さあ、どうだ、あ、このななるんかな、リプレイじゃないからどうやろう。とりあえず赤なな狙ってみますね。赤なな でした。はい、記念すべき初ビッグ75ゲームなんかゾーン2みたいですね。はい、では一応遊戯説明をしますが、まあ、1回目はここに、ビタで、多分まだ返ってないけど氷狙いでいいんちゃうかな。これ1回枚数調整成功したら逆押しですね。でまた今作も、平行ぞろいか斜めぞろいかで、おそらく奇数設定、偶数設定の、まあ、確率の差があるんじゃないかっていうところですね。斜めベルですね。であとビッグ中のハズレもやっぱり設定差があるんじゃないかっていうようなことが言われてます。ただまあまだ解析出てないんで、なんかあの音がかっこよくなってます。ノリノリです。ほら、あの横笛の音が強調されてる感じになってるんで、だんじりの鳴り物責任者をやってた私としてはノリノリになれますね。はい、そんなわけでビッグボーナス終了したら、前作同様花火チャレンジ RT の方に入ります。演出なければ大味でいいかなと。でこれはまあいつもの歌コマ拍子ですね。これで延命できると。今光ったんで何かしら公約やと、まあ、ほとんどチェリーですね。打ち方はもう前作同様なんで安心できるかなと。これは外れですね。多分設定差あるんでしょうね、下と上で。だから前の RT リプレイなんかどうなんやろうってとこですね。外れ2回目。で一応もう設定判別とかないんで、今日は、いつもやったらもう入れてるんですけど、残り8とかやったら、まあ、でも今日は残り7以降で入れていきたいと思います。あとでようでんな。はい、いけました。残り5でジャックインということで、一応やってみます。 RT リプレイ前作やったことですね。長男を中下段に押してっていう、これ RT リプレイっていうカウントでしたけど、一応やりましょうか。なるほど、ペローンで消灯っていう演出もついてるんだ。へー、熱くなれそうですね。あー、これは外れた赤ななですかね。残念。あ、外れもあるんや。外れ1回目、これ前やったら氷ですけど、氷でした。マジで氷がよく揃うんで、ちょっと侮れないですね、目押しは。あー、でもどうやろ、RT リプレイ、証拠あるから面白なくてやな、なんか熱くなれるっていうか。ごめんなさい、証拠の法則とかまだ頭が入ってないんですけど、その辺とか分かったらもっと楽しめる感じですね。あー、でも RT リプレイはなさそうかな。はい、終わりました。210枚獲得で、ハズレは2回かな。あ、まあまあこんな感じです。ありがとうございます。これですね、これがチェリーになってるっていうことで、だから枠内赤7狙いでも全然大丈夫な仕様になってるっていうのは、まあ、ありがたいですね。
れた？初遅れ？ああ、初遅れはチェリーでした。ああ、でもやっぱ花火といえばやはり遅れなんでね。遅れ低確率状態やったらちょっとね、厳しいね。このようにしょっちゅう氷結構。ああ、やっとチェリー B かな。残念。まあね、前日がちょっと高設定っぽいんでね、まあまあ今日はね、寝台紹介みたいな感じなんで、そんなタコ粘りしてぶん回しっていうようなことはせんときますわ。遅れた？ああ、当たったね、多分遅れたね。お、やっぱ遅れてました、ありがとうございます。どうかな、レギュラーが OK、 ビッグでした、ありがとうございます。あ、間違った。じゃあちょっと赤菜を見立ってみましょう。音は変わるのか。押せれてないかな、うん、まあまあ何はともあれ追加投資はしましたが、341ビッグ。率が軽いはずなので、全然レンチャーもね、波に乗った時バンバンすると思いますけどね。ビュンビュン言いましたよ。これかい、はい、221枚。外れはゼロかな。これ、ああ、リプレイから入るんですね、シナリアナギ。さあ、どうだ、 10% 絶対無理やん。乳首ドリルスナ。さあ、来ました、頭へチャレンジ2回目。こんなん、これこんなん当たりでしょ。はい、そんなわけで多分こんなの当たりでしょう。まあ、前作でしたらドンちゃんかレギュラーですから、まあ、ノリを狙います。あー、どうやろう。もしかして風鈴もあるの。一応狙う。ほんならチェリー氷チェリービタ押しして、あれやったらドンちゃん滑らしたいと思います。おっす。おいおい、なんで氷かよ。それも66番ってこと。30。ああ、どうやろう。あかんやん。気絶したのに。ビッドリンス。338、重たい。まあ、でも乗り用なんで、おそらくレギュラーでしょうね、やっぱり。はい、ようやくレギュラーですけれども、上級者向けはですね、7号輪あるでしょ、7号輪を、7を中段か下段押しです。これで、全部氷を狙うという形ですね。あれ、あ、そうか、氷狙うなあかんねんな。これは私のミスです。これも残念。その場合も5枚とかふざけたのしか取れないんで、ゼンリールに氷を狙うんですね。氷をバン狙いでも OK。 なるほど、
通り狙いで、15枚取れるっていうことですね。でこのパネルが点滅して横くんが発生した場合は1枚や5回っていうことで、のれんを押すと出てきと、氷ケンパーしたら氷狙いですけども、何もなかったらこれでいいと。なるほどね。ちょっと突き出したら見過ぎますからね。お見事かける7でした。遅れてましたね。あー、なんやろうな。レギュラー154。あー、これはなんか当たった気がするぞ。 30% まあまあか。どうだ。イエーイ、ありがとうございます。なんか当たった感じしたもん。はい、というわけで155。あ、バナナかな。バナナボーナスと。とりあえずね、テーマでは言ってほしいですよね。さあ、いきますよ。これはどうだ。おお、今これ押した瞬間に止まっちゃいました。まあいけるけど、チェリーってよ、 20% ってよ。せー、さあどうだ。あ、ちゃうわ。40%。 おお、まあまあ熱いんちゃう。何でいきます。うわ、激滑りした。多分当たったでしょう。もんです。どうせやったらどんちゃん揃ってほしかったけど、まあまあしゃあないわね。さあ、43レギュラーボーナス、ありがとうございます。ちなみに打ち方、簡易版でこのドンちゃん狙いでも大丈夫みたいです。
こっちの方がいいかもね。なんか 80% ぐらいでドンちゃん通ってくれるみたいなんで、こっちの方が楽かもしれないです。この時はもう4枚になっちゃうんですけど、ああ結構あれか、ドンちゃん疲れてきた。これで大丈夫ですね。おっと、チェリーで初めてですよ。45ゲーム 10% ってよ、無理やろこんな。よ、分からんのか。あげないよ。っていうか今んとこ遅れと釜屋チャレンジでしか当たってないですよね。突然降臨するリーチ目みたいなんだけどな。ラストチャンスかな。289ゲーム 40%。 どうやな。おお、やった、当たった、よかった。リプレイ結構重複しますね。あー290レギュラー。お疲れ様でした。いやー、なかなか厳しい洗礼を受けましたね。まあでもしゃあないっすよ。昨日多分こう設定やろうし、今日はね、まあもうしゃあないっす。はい、そうですね、感想としましてはまずサウンドシステムが一新されててかっこよかったです。まああとスラッシュ打ちができるっていうところも、まあ気に入る人は気に入るのかな。自分は別にあんまりなんとも思わないですけど、あとやっぱり玉屋チャレンジですね。リプレイとかチェリー成立した時に若干期待できるっていうのと、ね、リールはなんか見やすくなってますね。すごい綺麗やからっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっと俺頭やばいな。まあ、あとはですね、やっぱりレギュラーボーナス中あそこで技術介入がだいぶ入るので、まあできる人できない人の差が出てくるんでしょうね。多分ね、今日は種もみかもしれないんですけど、いっぺんね、高設定も打ってみたいですね。どんなもんか。ボーナス今日はめちゃくちゃ重たかったですけど、高設定やったら多分まあパスパス連チャンすると思うんでね。そうなったらやっぱ面白いでしょうね。まあ何はともあれ、寝台ちょっと最速ではなかったですけれども、また次回リーハナ打っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。はい、それでは早速帰って編集の方させていただきますので、またお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。